これは口径40センチメートルの不織布ポットの下の方に落ち葉を敷き詰めて、その上に畑の土を乗っけて、ある程度乗っけて、そこにこの麻で作った布製ポット、麻布製のポットにかぼちゃの種を2粒まいたんですね。そうしてビニールポットですとそんなことはありませんが、こういう麻布のポットですと根が下とか横の方からですね出てきていますよね。それで口径40センチの不織布ポットに土を半分ぐらい入れた上に、中央にですね、まあ2株育ちにしようと思ってるんですが、そのまま乗っけて、それからこちらに別に用意してきた土、畑の土をこの周りにですね、これから敷き詰めていくわけです。そうしますと、すでに麻布から出ている白い根はそのまま地中に伸びることができますよね。もしビニールポット植えでしたら、この鉢からですね、ポットから苗を取り出して植え付けないといけませんね。まあその過程で根傷みする場合もあるわけです。幼い苗ですとね。これはいずれ、この麻布ポットはいずれボロボロになっていって地中で分解していきますから、そのままにしておいて苗を取り出すことなく植えてしまうわけです。まあ、ここはですね、トールナムワ苗が2つの家族で育っていて、その間に不織布ポットを据えたんですね。もちろん地植えもできないことはないんですが、すでにこちらにはですね、オクラの種をまいて発芽を待っているところなんです。それであまりいろいろな植物の根が初期の段階で絡み合うのは良くないと思いますので、このかぼちゃの方はバナナファミリー2つ、2家族の間に不織布ポットを置いて、しばらくはその範囲内で育ってもらって、いずれかぼちゃが大苗になればですね、この不織布ポットの下の方、下方から根が飛び出してくる可能性はあるんですが、それまでにはおそらくオクラの発芽苗が大きくなっていくにつれて根が伸びていっても自然に絡み合う程度になって、初期の根同士の勝ち合い、弊害は避けられると思っています。またバナナ苗も大きくなってきていますので、バナナ苗の根がですね、かぼちゃやオクラと絡み合っても、それぞれに成長してきた段階ではさほど弊害はないと思っています。場合によってはほどほどの根の絡み合い、植物の根の絡み合いはかえってメリットをもたらす場合もありますので、
初期の段階にだけ気をつけてあげれば、あとはもう植物に任せてしまう方がいいと思っています、ね、このように麻布ポットのまま埋め込んで、口径40センチメートルの不織布ポットの周りに畑の土を敷き詰めました。あとは最初だけちょっと水をやって放っておくつもりです。両側のナムワとバナナ周りには畑の土をぐるっと敷いて、どちらもオクラを播種してあるんですね。今にナムワトウとオクラとカボチャが近辺で成長し合うという姿になると思います。このカボチャを2株そのまま植えてしまったのは私がですね、和歌山県の旧大東村の平瀬にいた頃、林家のおばさんがですね、一箇所にカボチャの株を5、6株は育てていたんですね。そうしてカボチャのつるが四方八方にわーっと伸びていって、たくさんゴロゴロ実をつけて収穫していたのを見て、いつでもそうやるんですかと聞いてみたんですね。そうしたら先代から、先代というのは、まあ、おばさんのご主人の母親だと思うんですが、そのようにしていて、私もそのように一箇所に種をたくさんまいて5、6株ぐらいもうそのまま放任栽培して収穫してきているんですと聞いて、ああそういうやり方もあるのかと思ってですね、一箇所に一株、かぼちゃなら一箇所に一株ということだけではなく、数株育てても結構収穫できるんだなと思ったことがあったので、こことか、まあ、こちらも2株ですね。もちろん1株上のものもありますよ。これも麻布のポットをそのまま植え込んであるんですね。まあ、いろいろな栽培法がありますから、種を持っていて植える場所がある方はですね、地植えでもポット植えでもいろいろ試してみられたらいいと思います。一箇所に一株というのはどちらかというと人為的な栽培法だと思うんですね。かぼちゃができて種が残って、そこから発芽した場合には一箇所で数株というのはごく自然なかぼちゃの育ち方だと思うんですよ。まあ、今はに特に日本ではですね、高級な高級な作物収穫を販売して、それらを購入する人たちが結構いるものですから、安物を買う、まあ、主婦の方々の他にですね、こだわりの
高級収穫物を好む、まあある程度は裕福な方たちもたくさん出てきているものですから、一株植えで一株から一個だけのスイカを取って、それが7,000〜8,000円とか、そういうものを購入して楽しむという人たちが結構いるんですね。まあそういう栽培法、それから購入、そして教授もその方たちの生き方ですし、畑を持っていてかぼちゃとかスイカを一箇所に何株も播種して、そのまま育てて収穫できた分を楽しむというのも自然な栽培法、収穫、食生活のあり方だと思うんです。人間と植物の絡み合いにおいてはですね、あれこれのやり方があるわけですから、どちらがいいとか悪いとかではなくて、それぞれの考え方に従っていろいろな栽培法、収穫、食べ方があっていいんだと思っています。人それぞれの生き方ですからね。